皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日もドクターフーザ・ロンリーアサシンズをやっていきます。まあ、とりあえず前回同様ローレンスの携帯を、あちこち探し回っているんですけど、まあ、ようやく天使たちが出た屋敷でいろいろあったってことで探りを入れ始めて、ついに海底の人間が電話してきました。なんだっけ、フリントっていう人だったかな。だけどなんか様子がおかしかったですね。で、その電話中にオスグッドがメールしてきたので、彼女のメッセージを読んでいきます。よろしくお願いします。分かったことがあるの。その電話を切って、話があるの。もしもし、ご本。すいませんね。しかとしちゃってた。ごめん、切れなかった。破損したデータからいくつか情報が。ほう。携帯で解読。屋敷のアルバムね。ちょっと待ってよ。ジグゾーパズルみたいなものよ。ピースを長押しして動かしてみて。ほう。ピースをつなげるって言っても。ああ、これ動かしていくと。え？わかりづら。これまた時間かかりそうだな。これなんか文字書いてあんな、これ。ここ？でもこれとこれはまんないよ。これは？これこの辺だな。多分違う。おお、これは？ちょっと待ってよ。これこの辺じゃない？違うか。ちょっと待てよ。これとこれ繋がるんじゃない？ちょっと待てよ。むずいぞ。ちょっと待って。ちょっと待って。なんか分かってきちゃったかも。これさ、天使じゃない？これ。うわ。ほらほら、これ手があってさ、これ頭でしょ？これ翼じゃん。ちょっと待って。いや、なんかだんだん分かってきて。これもうそろそろちょっとホラー画像出てくるんじゃないの？これ。ほらほらほら、もうやだもう。ちなみに今時間は7時17分。俺これ寝れなくなるんじゃないの？これ。怖くて。ちょっと子供みたいかもしんないけど。結構影響受けやすいから、夢出てくるかもしんないな。やばいやばいやばい。
え、怖い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 。おお、びっくりした。普通に屋敷の写真になったよ。俺さっきの天使が動くと思ってちょっと身構えてたんですけどね。当てが外れちゃったよ。ビーピングエンジェル。そういや、シーズン13のトレーラーでもちらっと見たような覚えがある。なるべくネタバレの、公式のネタバレのツイート見ないようにしてますけど。へえ。手がかり見っけ、あれ。戻れないよ。うぅ。もうやだ、怖い怖い怖い。まずいわ。携帯に何かいる。いや、怖い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 。ちょっと待って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 。パニックになるって、こんなの。どうやって食い止める？ああ、そっか。オスグッド、ああ。あ、そういうこと？どうやってやるの？さっきの写真をやればいいの？怖い怖い怖い。これちょっとイヤホンつけてるんですけど、耳元ですごい変な音してる。削除すればって書いてあるの。どうやってやんだ。メール？これはなんだ。あ、違う違う違う。ナイチンゲール様へ。めっちゃ見づら。ちょっとこれ後で読みましょう。ギャラリー。あ、これ？そういや、なんか、うわ、びっくりした。こいつ削除できる？え？あ、うわ、あ、そういうこと？タップしまくるけど抵抗してるのか、向こうが。おらおらおら、うわ、なんかだんだんディケードの写真みたいになってきたぞ。うわ、ノー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 。あった。もうちょいもうちょいもうちょい。やった。ヘイ。あ、今んとこ大丈夫だけどめっちゃ怖い。
大丈夫でいいんだよね。天使たちを、まあいいや、やってみるか。これまたギャラリーでいいのか。携帯が歪んでるよ。あ、間違えた。待って。ああ、これが天使に見えたりさっき。これも一個一個送ってきゃいいのかな。怖い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 。あれ？出てこないな。メールの断片を削除するって書いてある。一個一個見ていきゃいいか。お、うわ、怖い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 。うわ、抵抗が早いな。おら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 。あら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 。もうただでさえ見づらいのに。お、あった。ウェイ。あれ？あれでももう触れないけどな。これでいいんかな。削除できてないよね。あ、でもいいのか。チャットの断片。チャットとブラウザね、今度。チャット。もう。サリー。これさ、時間切れとかないよね。結構時間かけちゃってるけど。え、どこだ？え？ブラウザーか。火にいる夏の虫。え、マジ？やっちゃった？え？何これ？キューブ、スペースキューブってなんだ？
私は嘘つきだ。私は嘘しか言わない。最初に言った言葉を信じるな。なぜならそれは真実だから。果たして私は本当に嘘つきか。え？これしくじったら死ぬやつかな。私は嘘つきだ。そうか。え、これやばいんじゃないの？やばいんじゃないの？怖い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 。あ、やべ、天使たちが。天使たちが、天使が。なんだ？興味なし。これ今楽にしてほしいって言われたら終わりだったのかな。ちょっとこれ、え、これじ、まあびっくりした。やった。で次メール、あれメールチャットだ。怖いよ。どこに書く？あ、え、やばいじゃん。え、ちょっと。セーフモード、びっくりした。てかやばいよ。ほう、誰に電話する？全部うまくいってたんだよ。なるほどね。結構復元されたな。そういや、なんかこれだっけ、さっきの、ナイチンゲール様へいかがお過ごしでしょうか。ウェスタードラムリンズデーにつきまして、先日いただいた苦情に関するお知らせがございます。21年4月3日、問題の建物に調査員を派遣し、苦情内容の確認を行いました。厳密な調査の結果、建物に問題ありませんでした。このため、今回の件につきまして、これ以上の対応は打ち切らせていただきます。問題の建物が買収されてから、ローレンス様より苦情3件いただいていることと存じます。一つ一つ調査を行いましたが、いずれも問題は見つかりませんでした。申し訳ありませんが、今後、ウェスタードラムリンズデーに関する申し立てにつきまして、確証のない苦情の対応は控えさせていただきます。建物の所有者と何らかの問題がある場合は、直接所有者に申し立てるか、あるいは仲介業者にご相談ください。で、新しいメール。ローレンスへ、今日も立ち寄ってくれてありがとう。探していたファイルが手に入ったわ。これで間違いないといいんだけど。
戦時中追放されたロンドン市民。これ何これ？プライベート？これは？何だろう？これ何これ？お姉さん？なんだろうね。あ、待って、スキャンマークがあった。なんとなくローレンスのお兄さん、お姉さんっぽい感じがしたけど、なんか心なしかなんか実態が濃くなってる気がするんだけど、これは私の被害妄想でしょうか。無事抜いてくれなと、先月愛してるわ。ああ、屋敷に行ってたんだ。あいつらの好きにはさせない、そういうことね。やってみろ。なんだろう。わかったぞ。話はこれで全部理解した。本当ですか？なら屋敷を封鎖してくれますか？封鎖だと？バカな。いとこからの話を聞いた。君はこの屋敷を何年も買おうとしてたらしいな。何を企んでるか知ってるぞ。でも無駄だ。誤解だ。これはあれだよね。前見たやつだよね。そこでひどいことが起きたんです。くだらん。フィクションに興味はない。疑わしきは罰せずと思っていたが、とんだ間違いだった。夕食に招いたのも策略だったんだな。私を操ろうとした。あんな簡単な手料理で私をごまかせると思うな。聞いてくれる気がないなら別の手段を取らせてもらう。別の手段だと？はっ、望むところだ。やってみろ。いやー、荒れてますね。で、オスグッド。手がかり2つをアップロード。がっかりね。さっきのあれが携帯の中を暴れました時、ファイルに損傷を与えたに違いないわ。修復は無理か。動画に関するコメント？どうやって回復する？マルグリットに連絡を取る必要がある。はあ。どうやってやんのそれ。レイダーズ・オブ・ロスト・アーカイブ。知らないな。どうやってやんのそれ。チャット？メールって言ったな。メール。あ、これだ。これをどうすればいいんだ？あ、これだ。電話番号書いてある。0207946-0827。ちょっと待って、メモする。0207946-0827。ほい。
You have reached the Metropolitan Archive, your one-stop access point to our nation's history. If you are looking for an introduction to the Met Archive, please press 1. For general inquiries, please press 2. For research assistance, please press 3. For international collaborations, please press 4. To return to this menu at any time, press 0. Nate. Having trouble finding what you're looking for? Feel free to submit a request or query and one of our administrative staff will get back to you. If you've already made a request or have a search in progress and you'd like to make a call following this up, please dial the 4-digit extension number of the person you would like to speak to after the tone. Otherwise, press 0 to return to the main menu. You have dialed the extension number of Quincy, Marguerite. Please hold while we try to connect you. これどうやって話すの? Hello, Marguerite speaking, records administrator. How may I help you? Hello? Hello? The line seems to be off or something. Give me a moment. I have your number right here. Text you in a bit. まあちょっと都合よくメール送ってくれましたね。ちょっと待って。最後にあったの?これしくじったらやばいやつじゃん。メールで、あ、どうやったかな ?2021 年2月23日。今日は?まあ、先週ぐらいじゃないの。23日でしょ?で、今日は28だから、先週でいいはず。あ、よかったよかった。ちょっと待って。難しいな。でも先週会ったって言ってるから長話だったよねでいいんじゃないのかな。君のオフィス。いや、これちょっと難しいな。ねえ。ああ、よかった。古い動画のこと。パソコンが壊れて間違って消しちゃったんだ。センキュー。おお、ターディス。そうそう、彼はドクターを探してたもんね。センキュー。Thanks, Henry. This is a message for Lawrence Nightingale of London, England. There should be more instructions attached to the real tin. Hi, Larry.So nice to be able to say that again. I'm in Kansas, 1928. The day Herbert Hoover wins the US election. 8年後とか。Though no one knows that yet. I'm staying at the old Denslow farm, which is lovely and full of great people. And God, I miss you so much. Every single day.I mean, I'm fine. Don't worry.
One minute I was in London, my time, our time. The next second I'm in Times Square, 1926. It was like life on Mars without John Sim. Oops. He was so great. John Sim. But people only remember Philip Glenister because Gene Hunt was so... I really miss our endless stupid talks about telly. That was always our thing. You better not be schlepping round conventions with someone else now, by the way. Unless it's Sally. Sally. Could you move it closer, please? I know it sounds stupid, but I was always jealous of the thing you two had. I mean, the angel thing. But that's not why I finally snuck off to Wester Drumlin's. Honestly, I was trying to help. I don't know how, but... Anyway, as I was leaving, that was when this, like, damaged statue touched me and... Zap. You think Wi-Fi's rubbish in our bedroom? Try 1928. I'm sorry I didn't believe you when you told me how dangerous it was. I pawned all the jewellery I was wearing, made some pretty shrewd moves in the markets. Always knew my degree in American history would come in useful. Call me Natasha Gecko. Actually, don't. Makes me sound like your pet lizard. Did I mention that I miss you? Every single day. Oh, not all my jewellery. The ring of bling. Till death us do part. The vicar didn't mention anything about weeping angels. Henry, what's wrong? ああ、そういうことか。これお姉さんじゃなくてナターシャか。そういうことか。過去に飛ばされちゃったんだ。大体分かった。あとは、ターディスか？なんかあったよね。ダウンロード。これか。なるほどね。よし。ちょっと。まあ、あのラリーの奥さんが過去に飛ばされちゃったっていうのが分かりましたけど、今日は一旦ここで終わりにします。また次回続きをやっていきます。では皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。